うなぎの稚魚の漁獲量が主要産地の鹿児島県や高知県で去年の同じ時期に比べおよそ10倍となっています。豊漁の理由について水産庁は海流の変化が想定されるが原因は不明だとしています。取引価格は去年1キロ当たり248万円まで高騰しましたが、今年は30万円から50万円と最大で8分の1まで値下がりしています。早ければ今年の夏以降、店頭でのうなぎの価格が値下がりする可能性があります。